皆様、こんにちは。今日は2022年1月21日金曜日です。今日のテーマ、中国の人口、出生率72年最低の数字となりました。中国政府はいつも我々は大国ですよと、人口が多い市場ですよと、魅力のある市場ですよといつも自慢しています。そして14億人が血と肉で作った 万里の頂上がありますよと、中国の14億人に愛されている政府ですよと自慢しています。これはすべて嘘です。まずはニュースです。一つ、日本の防衛庁の計画あります。2023年、鹿児島の、えー、このマゲ島といいますが、自衛隊と米軍共同訓練使用する基地としてこれから使用されます。整備していきます。 第一列島線の防衛を強化するという意味なんですよ。この無人島の立地はとても大事なんです。九州と沖縄の間にあって、中国の海軍、東シナ海から太平洋に行くと、最も利用する、そして一番近いルートなんですよ。2021年の10月、中国とロシア海軍はここを通行しました。自称パトロールですよ、と。 戦略的な場所であって、これから軍事基地になると、中国の海軍、ここを通過して、太平洋に行くことができなくなるというふうに思います。非常にいいと思います。次です。二、先制省、閃阳市、公安局、犯人を釈放しました。そして、罰金した。500元を返しました。謝罪もしました。犯人とはおかしいかもしれませんが、 犯人の罪名は、えー、社会先導の罪です。リーさんです。1月17日、彼は自分の SNS で発信しました。予防接種を受けて PCR 検査、PCR 検査をすると陽性になりますよと発信しました。これで彼は逮捕となりました。その後、1月19日となって、彼の発言は正しいですよと認めていました。中国のワクチンは、 不活化ワクチンなんです。ウイルスを弱くさせて注射するのでもうあの、注射を受けて陽性になります。これは正しいです。彼の発言は間違いないんです。次です。3. 新鮮紙。第2名の感染者が出ました。女性です。32歳、オミクロンです。DNA の調査をして、第1名の感染者とは関係ありませんと。 また、中国、全国の感染者とは DNA は違う傾向ではあります。つまり、感染ルートが不明です。これから新鮮紙では蔓延するでしょうが、注目したいと思います。4. 北京オリンピック委員会の長官が発言しました。これはアメリカ記者とのオンラインの記者会見があって、彼は発言しました。でも、警告でもあります。 もし、オリンピック開催中、行動、発言、オリンピックの精神を汚すようなことをすると、例えば、中国に都合の悪い質問を選手たちに聞かないでくださいねとか、あるいは、中国の法律を違反すると、厳しく処すると、この発言を受けて話題となりました。国際オリンピック委員会の規定に違反しています。 国際オリンピック委員会のルールでは、試合中、表彰式、開幕式など、正式的な場面でないと、あの、意外に選手、そして関係者は自由に記者に聞かれることを 答えることは可能なんですどんな内容の質問どんな答えは自由ではありますしかし条件があります試合中でしたらあるいは政治的な場面では政治的な観点を発言してはいけませんそれ以外に自分の考えあるいは自分の価値観発言していいんですしかしこれはダメです中国ではダメですつまり中国のオリンピックの長官はルール違反です次です5 中国政府は今大変喜んでいます。なぜなら、アメリカの同盟国、ポーランドの大統領は、北京オリンピックの開幕式に参加しますと。そして、習近平との会談も予定されています。これでわかるのが、中国政府は大変喜んだ理由というのは、やっとですね、普通の国家の首脳と会談ができました。まあ、来てくれましたと。現在、ロシア、アルゼンチン、 国連連合事務総長、クテーレス。そして彼,彼はもともとポルトガルの総理でした。今回はポーランドの大統領参加しますと、やはり中国政府は嬉しいです。次です。六、中国の国民の英雄、あるいは巨人ですが、洋民です。身長229。体重は140キロです。巨人です。元、 プロバスケットボールの選手です。アメリカのバスケットボールスター、カンターを要請しました。中国に来てくださいねというふうに要請しました。これはツイッターでのやりとりでした。カンターはツイッターで返信しました。2020年の2022年夏行きたいです。ただ、中国の ウィーグルにある再教育場を訪問したいんです。再教育場というのは主要場です。そして、香港、チベットにも行きたいです。台湾にも行きたいです。そして、プロテニス選手、ポンシュアイと自由な会話してみたいです。要民、答えてください。習近平は同意するでしょうがいいですかと。カウンターは、その後、CNN の取材に応じました。 ヨ民からの要請を受けて大変嬉しいです。中国に行ってみたいです。私のこの目で中国の真実を見たいです。豪華な観光はいらない。宣伝もいらない。本物の中国を見てみたいです。私が見て世界に私が見たことを発信したいですと。ヨーは言い過ぎだと私は思いますが、カンタさんはもし本当に来てくれると、 陽明には対応できないと思うんですよ。陽明にはそんな立場はないんです。これはどうでしょうか見てみたいと思います。次です。7。1月19日。 アメリカの研究機構、ガードナーという場所ですが、という機構ですが、サムソン電子は2021年インテルを超えました。世界最大なチップ製造メーカーとなりました。2021年半導体売上31.6%増加しました。700ドル、700億ドルを超えたというふうに報道されています。今日のテーマですが、 中国の国家統計局1月17日2021年人口のデータを公開しました。2021年中国の出生率70年以来最低水準です。中国共産党が中国を統治して以来最低の水準です。2021年の年末中国の総人口、まあ、今発表されていますが14.12億人ですよと。出生の人口2021年 62万人の赤ちゃんが生まれまれしたと。人口の増加はプラス48万人ですよと2020年は1200万人生まれました2019年は1465万人生まれました連続赤ちゃんが減っている状態です1960年よりも低いですなぜなら1960年というのは中国ではたくさんの餓死の事件はありました 食べ物はなかったんですまだ人口の構造は男性は104.8に対して女性は100です。なので男性はやはり多いんです。結婚できない男性は多いんです。 アメリカの中国の各社の分析ですが、中国の人口は2008年から減少し始めていました。2020年、14.1億人ではなくて12.8億人だというふうに言われています。地方政府は人口を改ざんする目的というのは補助金です。そして、中国の地方政府も喜んで人口を拡張します。拡大します。2021年、 結婚のカップルは実に減りました。コロナの影響はあると思います。しかし、去年2021年結婚しないですと、今年2022年の出産率はさらに落ちるでしょうと思います。以前の動画で話をしましたが、中国には BCG ワクチンっていうのがありますので、これは法律で決められています。生まれて、赤ちゃんが生まれて24時間以内に注射しないといけません。 このワクチンは開封後30分間、えー、保管できるんです。多くの病院は30分間以内、同時に出産した、された赤ちゃんの可能性はやはり低いんです。基本ですが、一つのワクチンは BCG、一人の赤ちゃんに使用されます。大手病院でしたら、同時に出産する可能性は赤ちゃんですが、 生まれる可能性は高いんです。そうすると1つの BCG ワクチンは2人、3人の赤ちゃんに使用されることは可能です。しかし3人目の赤ちゃんに使用されるともうこれで終了です。2019年、BCG ワクチンは1138万本使われていました。 2009年、BCG ワクチンは合計1138万本使われていました。2009年、生まれた赤ちゃんは1383万人でした。つまり1.2対1です。BCG ワクチン1本あたり1.22名の赤ちゃんに使用されていました。2010年は1150万本の,のワクチンは使われていました。当時は、 1384万人の赤ちゃんは生まれました。これで計算すると1.20対1です。これで判断できるのは大体ですね、1.2の赤ちゃんに対して1本のワクチン使用されると。2010年から2017年、毎年 BCG ワクチンの出荷数量は1000万本は少しは超えています。しかし2018年から変わりました。 BCG ワクチンの出荷数量は急に減りました620万本になったんです1000万本ちょっと超えてから620万本になったんです約半減です2019年は573万本でした2020年は537万本でしたこれで計算すると中国の赤ちゃん連続3年間900万人以下出産されています 他の数字も入れて考えると、2018年から中国の人口は下がり始めました。2020年、中国の人口調査、まあ、国勢調査といいますが、それも嘘です。中国の政府の発表では、出生率は1.3%です。実は0.9です。2021年の数字で計算すると、中国の 政府が発表された数字であっても1.2から1.2%の出生率です。しかし中国政府の予測は1.5から1.8%です。中国の政府が発表している数字であっても今年2022年から人口は下がり始めます。これを認めないといけないんです。中国政府はこれを認めることになると思います。しかしこれは かなり人口の減少スピードではありますので、国連の予測、そして中国政府の予測よりも早,り早まりました。人口はマイナスの成長になります。大体ですね、8年から10年間早まりました。中国の人口が減りましたら、中国の経済、社会、教育、政策ですね、すべて変わります。世界も影響されます。 中国は計画経済の体制ではありますので、教育、科学技術、国防、外交、すべての政策は人口を基礎にしています。つまり、少なくても2018年から間違っている政策を作成、そして実行されています。結果、中国の社会と合わないんです、現状と。例えば、高齢化社会です。 高齢化社会の到来を無視にしています。そして拡張しようとしています。そして2030年 GDP アメリカを超えて2倍、3倍もなのでしょうというふうに言われています。そして習近平の口ではよくドンションシージンと言いますが、東は上昇する。西はこれから下がります。東っていうのは日本ではないんです。中国のことです。 中国は世界をリードするより、中国は少なくても東を、あの、西をで、東のですね、側の半球ですね、あの、リードするという意味です。人口の数字は最後、国際社会も影響されます。2035年、中国の GDP は倍にしますよと、そして平均収入も倍にしますよと、年間 GDP の成長は4.7%以上であれば達成しますよと、 現在、2021年、出生率は1.1%です。2020年から下がります。これは、あの中央政府は認めないといけません。でも、実は2018年からでした。そうすると、労働力は予測以上に急に減ります。そうすると、中国の GDP は倍になることはないんです。中国の特徴なんですが、親が苦労します。子供に苦労してほしくないんですよ。なぜなら、 一人り子政策がありましたので、みんな一人っ子ですので、そうすると、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんにして、この孫っていうのは本当に可愛いんです。つまり、子供に対してお金をかけるっていうのは普通なんです。これは、中国ではベビーブーム難解がありましたが、しかし、高齢化、そして子供が減少の結果ですが、地方政府の経営が さらに厳しくなると思います。やはり政府は出ていくお金が多くなりますので、中国の経済、社会は変わります。そして世界の枠も変わると思います。2020年、国勢調査では中国の世帯の数4.9億個数があります。つまり約5億世帯弱なんです。そのうち一つの世帯、 一人世帯と言いますが、例えばですね、一つの世帯というのは、夫婦だけです。子供はいないか、もう独立したかです。家には戸籍ない状態です。これは、一つの世帯の世帯と言います。このような世帯は、4.49.5%です。つまり約半分なんです。この一つの世帯の世帯には、一人暮らしの数は、さらに半分を占めています。 この調査の結果では、中国では4つの世代に対して2つの世代は子供はいない状態です。そしてこの2つの世代のうち1つの世代は独自の状態なんです。一人暮らしです。これが非常に中国の真実なんです。これは皆様はびっくりすると思いますが、2020年、上海と北京の人口は合計ですね。とても大東海ですので、 2.62億人なんです。これは2020年でした。しかし1953年は4.33億人でした。1964年。 億人でした。1982年というのは一人子政策実行されて3年経ちました。なので人口は急に下がりました。上海と北京の人口合わせて4.4億人減りました。2000年は3.44億人でした。2010年は3.1億人でした。 今年、まあ、去年でしたが、2020年の,上の国勢調査でしたが、おととし、上海と北京の人口は2.62億人でした。やはりずっと減ってきています。中国の若い子たちは、頑張る意欲はなくなってきました。これが今の現状なんです。まあ、単品といいますが、ネソベル族、そういうふうに言われていますが、まあ、みんな、 中国の若い子たちは、働くというのは分かっています。働こうとはしますけれども、働いても意味がないんです。なぜなら、普通の工場に行っても、生存業に行っても、これは働いても、昇進、昇給、自分の将来は明るくないんですよ。ただ働いて、生活だけ。 やっていいますすのででこれは面白くないですとそうすると、お父さん、お母さん、またおじいちゃん、おばあちゃんからの援助があります。そして、中国の文化でもありますので、不動産の価格はまだ高いんです。そうすると、何もしない方がいいんです。何もし 頑張って働いて、あの、将来は見えません。昇進昇級も見えません。そうすると、働かない方がいいんです。家にいて、食べ物は困りませんし、同じです。結果としては。なので、中国のこの若い子たちは、何もしない族、本当に増えてきています。これが中国の政府にとっては大変なんです。しかしですが、あの、これは、 コロナのせいだと私は言いたくないんですが、しかしコロナのこの状態ですね、やはり影響はあると思います。例えば、あの、3年前、4年前でしたら、若い子たちは積極,積極的に動こうとはしました。なぜなら、海外からの投資家が非常に多かったんですね。何かのアイディアがありましたら、すぐに実現してくれるとか、そういう夢は実現できる。 社会ああるいはは環境はありましたしかし今年あるいは去年からですねもう去年からなんですがこの、えー、その単品寝そべる族という言葉が出てきましたが若い子たちは本当にもうやる気がなくなってきましたなぜなら自分の夢実現してくれる IT 企業とかそこに入ったら、あのーね、成功するとかそういう夢はもうないんです 学習塾もダメですし、IT 企業もダメですし、ゲームの企業もダメですし、そういう自分の夢っていう企業もどんどんどん崩壊してきましたので、なので頑張っても意味はないというふうに思ってきました。これが中国の現実なんです。なのでこれから中国はもう若い子たちは頑張らないと、この社会はもう良いとは思わないんです。この動画はここまでしたいと思います。 最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。